ビッグ・カラー・ジッチによる聖書セルビア語訳聖書はキリスト教聖書のセルビア語への翻訳を扱う。セルビアは正教会信者が大多数を占めるが少数派として他のキリスト教宗派もありイスラム教もある。第二次大戦後のユーゴスラビアではセルボクロアチア語としていたが1990年代のユーゴスラビア解体後のセルビアではセルビア語としている。 1186年、セルビア語訳聖書、ミロスラブ福音書が作られていて、セルビア国立図書館で国宝扱いになっている。1830年、新しいエストイコビッチにより、新訳聖書がセルビア語に翻訳される。さらに1847年には、ブークから実地によって出版され、1865年に、ジューロダニチチの手により、旧訳聖書が翻訳され、 完成を迎えた。より新しい翻訳は以下の通り、創世記1章13節、ヨハネによる福音書3章16節。ありがとうございます。